はい、皆さん、こんにちは。今日もソニックフロンティアの、先行実況プレイをお届けしたいと思います。もうソニックね、暑そうにしてますけど、ご覧の通り砂漠に来ております。第二の島のアレス島というところに来ております。今日はこちらの実況プレイをお届けします。前回と同じようにね、ネタバレなしでお届けしていきますので、このオープンゾーンの魅力を中心に紹介していきたいと思います。でね、ご覧いただければ分かると思うんですけど、島のビジュアルだけじゃなくて敵とかも変わってますね。今ちょっとソニックリングがなくて怖いんで、まずちょっとリングを手に入れて、これね、外れが、早速外れ引っかかってしまった。よいしょ、よし、よし、これでいいね。で、ちょっとね、もうスキルいろいろと今アンロックしてますね、これ。まだ死んでなかったの？こっちから行けばセーフですね。よいしょ。で、ソニックもね、結構速くなってるのが分かるんじゃないかなと思います。これとかも超速いんですよ。スキルはね、どれぐらい手に入れたかな？結構手に入れてるね。これはまだですね。ちょっといろんなスキルを見せながらちょっとプレイしていこうかなと思います。例えばこの敵もね、スペリングでも分かりやすいですけど、これヒップドロップで倒せるんですよね。そういう感じに、スキルを使いながら、倒さなきゃいけない。使わないと倒せない敵も結構いますね。壁登り知ってますよ。あとこれね、スタント決められるようになってるんですよね。これはちょっと無視していきます。おお、ふい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 、えい。あ、ここたちがいる。ここたちもね、島と合わせて見た目が変化していて可愛らしいですね。敵は、この敵はちょっと無視しよう。ああ、これあれかな。もうちょっとやってみましょうか。これパリを覚えるためのチャレンジですね。よいしょ。これ後々はね、3回連続チャレンジとかあったりしますね。パリでないとね、倒せない敵も後々は出てくるので、結構このゲームの敵はね、本当にゲームのデザインを覚えることを前提としたものが多いですね。はい、ストライダーという敵、これも結構面白くて、トワイライトプリンセスゼルダのスピナーで倒す敵をちょっと思い出しますよね。まずはこれは簡単に上行って、これ全部青にしていかなきゃいけないんですよね。途中で障害物が来るので気をつけながら、よいしょ、あともうちょい、これは大丈夫だね。いやー、半分ぐらい、半分以上減らせましたね。さあ、ラウンド2。こっちはいつでも OK だよ。と言いながら、ちょっとリングを増やしておこう。よし、来た。ここからちょっとね、さっきより難しくなりますよ。おお、これは一番内側に行こう。こっちにいた。あれ？これね、ミスだ。これ一回ね、やられてリングがゼロになると、一回もう降りた方がいいんですよね。降りてリングを取ってまた乗っていかないと、次でもう死んじゃうんで。さあ、リトライ。あれ？なんでだ？よいしょ。はい、初期段階に戻ります。これ早い。これ結構ね、どっちに来てるのかは意外にね、見づらいんですよね。これ大丈夫やね。OKOK。頑張れ、ソニック。
よし、ファントムラッシュ。一気に倒すっていうのはやっぱり無理だと思うけど。こっちだ。よいしょ。さあ、これもね、やられないようにするのがベストだけど、やられてしまったらすぐ降りること。あっ、降りてリンゴを取っておく。そうしないとマジで危険です。オーケー、内側に入ろう。うわ、いい、危ない。こっちできた。うわ、あっぶねー。よし、いけた、いけた、あっぶねー。これいける、もう。よし、あとはもう、今ね、僕なんで一回離れたかというと、必殺技を出そうとしたんですけど、失敗しました。いや、巨大な、なんかクリーチャーですらない気がするね、これね。なんなの、生き物じゃないよね。エッグマンのロボットともちょっと違うしな。あ、オアシス。オアシスらしきものを発見しましたよ。あ、これあれだね、長老がいます。長老2タイプいて、ココを集めるやつと、それから力の実、パワーの実、スピードの実を集めるやつですね。あ、じゃなくて守りの実、守りの実と力の実ですね。こいつがそう。おや、戻ってきたか。まだわしの力が必要か。そっちが集めた実の力をわしが解放してやろうと。これでレベルが上がっていく。はい、ありがとうございます。この近くにも結構、あ、いいです。そう、そのね、自分で選んでスピードとかリングに割り振ったものを戻すこともできるんですよね。戻すというか変更することができる。あれ、今ここたちいた気がするけど、いなかったか。スピードチャレンジも1個ありますね。これもちょっとやってみましょう。あ、うわ、失敗した。時間には余裕があるね。結構ね、この第二島広くてね、なかなかね、やること多いんですよ。しかも結構ね、面白い独特なチャレンジも用意されてて、もう第二島非常に楽しかったですね。こっちまでそのまま行けちゃう。よし、もうまだスピードチャレンジが続くね。あ、これ上行くやつだ。お、落下していきます。ちょっと危なかったね。あそこにあれかな、見えたのが電脳空間だったかな。あの電脳空間はレールで行くのかね。からん、もしかしてここにスプリングがあったりして。あ、やっぱりあった。こっち行くの最初、これバツ。おお、
そっちへ行くためのものではなかったですね。これはどこで登るんかね。あ、歯車は足りてるね。エッグマンのなんか車みたいなのもありますね、これ。これね、結構あの正しいルートで行くパターンもあれば、割とゴリ押しでたどり着いちゃうこともあるんですよね、このゲーム。危なかった。例えばさっきの、あ、結構ちょっと遠すぎんね、これ。でもこっから見えやすそうだな。あっち行くにはどうしたらいいんだろうね。あそこにもなんかあるね。あっち行ってみましょうか。これちょっと後回しに。あ、でもこれがさっきのオアシスがあった場所だね。あっちにもオアシスがあるね。これはだな、こっちまで行って。電脳空間は遠いね。これもう一回乗って。これ乗らないで全然いけないね。これこっちから行くんだろうね。となるとこの辺か。ゆっくり行こう。もう行けそうだな、こっちから。行けないことはないけど、いけない。あそこで乗り換えるやつのところで乗り換えないで飛べばいけると思う。あそこどうやって行くんだろうって考えるの楽しいんですよね。こっから行けそう。ここでうざ、行けた。危ね、見えないよ。あ、よし、方向がこれで正しい方向になったのかね。おお、怖い。ああー、やってしまった。ダメダメダメ、もう一回もう一周すればいいだけだから。おお、危ない。よいしょ、たどり着いた。結構難しかったね。でもこのルートで良かったかどうかもよく分かんないね。行ってみますか。これ俺行ってない気がするな。ここ来てないかもしれないですね。どんなステージなんだろう。ワクワクします。ん、あ、もう一回遅いね。これ普通のステージですね。釣りではないですね。さて 2D なのか 3D なのかどっちでしょうね。壁登りに行きましょう、行きましょう。もう横スクロールだ。グリーンヒルっぽい感じですね。お、あー、あれ取れなかったね、赤いの。壁ジャンプか。よいしょ。これで4つ目、もうちょいで終わりだね。お、綺麗なループ。オーソドックスなループですね。危なかった。よいしょ、君は欲しい。
これでも S ランクいったんじゃないのかな、いきなり。わかんないけど。あ、よし、来ましたね。いやー、これ本当にやったことないステージで、こんなところあったんですね。というか、この島にだって僕多分すでに5時間近くはいますよ。発見が多くていいですね。エメラルドキー3個手に入れました。ここがいる。ここちゃん、いっぱいね、ここに。ここにここがいっぱいいる、ここ。こんなにいっぱいいる、ここ。ここ、ここ、ここ。いっぱいいましたね。で、僕の記憶が正しければ、あそこの奥の方のオアシスに、ここたちの長老がいたんじゃないかな。あ、これも面白い敵なんですよね。こいつがね、残す鉱石みたいなものをグラインドレールのように使って、あ、ダメだった、もう一回よいしょ、乗りますよ。お、逃げるね。よいしょ、乗った。なんでこんな早く逃げるの。もうこんな逃げられたことないんですけど。お前なんか頭いいやつだな。学習したか俺の動きを。あ、しかもグラインドレールが、あえて乗ってからちょっと待ちますか、止まるまで。あ、止まった。この止まった瞬間を狙うんだ。なるほどね。よいしょ。これ、これループできちゃうの？ここ。さすがにできんか。できそうに見えたよね。で、オアシスがこっちにあるので、いや、このゲーム敵のデザインも面白いですよね。真ん中にスプリングがある、ソニック版オアシスって感じですね、本当に。お、ここにもココたちがいっぱいいて可愛らしい。よいしょ、いた長老。わしの可愛いココたちをお帰り、ソニックありがとう、能力アップされますかの、さてどうしましょうか。スピードを上げましょう。ソニックはスピードですから。で、これでもね、27とか30あたりでも結構結構早いんで、これ99とかになったらたまったもんじゃないでしょうね。コントロールできないと思うよ、本当に。よいしょ。こう高いところでね、なんか手に入れるだけじゃなくて、こっから見て次どこ行こうかなっていう。あっちも面白そうだしな。わ、結構広いよ、ここ。広いですよね。しかも、こう、小さな島みたいなのもあったりさ、そう、高いところ行ってみたいですね。あれでも多分、ここから、回り込んでいかないといけないんじゃないのかね。で、行ってみましょう。ウィー！ソニックはほんと、超人すぎる。こっから行くと、うわっ、うわっ、かっけー、うわ、かっこいいな、これは。で、こっから行ってみましょうかね。戻っちゃった。こっち行きたいです。敵はちょっと無視するとして、
敵無視できないじゃん、ここまで運ばれたら。こいつはもうね、レーザービームみたいなものを放つんですけど、その前に倒しちまえば、こっちのもので倒さなければね、後で結構厄介になるやつなんですよね。スピードチャレンジがあるな。でももう結構やったから。これはもうシンプルに。あ、タンクというボスがいますね。でもちょっとボスはもう結構やりましたよね。あ、ボスでも今回の実況ではまだ1体ぐらいしかやってないか。ボスやってからあっち行ってみる。このボス結構厄介だけど、ちょっとチャレンジしますか。このボスはですね、最初は距離を取っておくのがベストだと思うんですよね。こういう感じになったら、よし、ここでタイミングよくね攻撃していけば、これ危ない、よし、あ危ない、チャンス、頑張れソニック。どれぐらい減らせた今。また必殺技に失敗しちゃったな。あ、これ攻撃してはいけないタイミングだよ。あ、これも超危険。あ、やばい。これにもね、タイミング狙うのはそんなに難しくないけど、なんか気持ちいいんですよね。でも倒せるんじゃないかな。ちゃんと攻撃していけば。頑張って、もしかして終わってないんこれ。うわー、あと一発ぐらいだったのに。コインあと5枚しかないからマジで気をつけなきゃ。危ね。あれ、攻撃できなかった今。よし、はい、行った。早かったね。これもう終わりだね。あ、それでもちょっとダメージ食らうからか。よかった、歯車も手に入って。さて、ボスを倒したら何するんだっけ。マジで忘れた。あ、そうそうそう、この辺見てみたかったんだわ。よっ、おーおーおー、いたんかい。ほら、こいつはね、マジで早い者勝ちで倒しとかないと後で面倒なんですよ。リングがほぼない。あそこはね、なんかすっごい複雑な、なんかグラインドレールだかなんだかわかんないですけど、楽しそうですよね。あそこのなんか輪っかみたいなのも面白そうだな。ここから行けるかな。行けそうじゃない。ちょっとごめんね、君は後回しにしますよ。行けそう、なんか近くなってきた気がする。後回しだってば。これはどこから始まるのかね。あ、いいんじゃないのこっちで。おお、おお、こんなところに乗り換えてしまった。ここから、おお、ちょっと冷静に対応できなかったわ。でも近いと思うんだよね。あ、ここもね、来たことあるわ。こっから行くんじゃないかな。ここもね、確か長老がいたはず。
まあ気持ちいい、綺麗な場所だね。ほら蝶がこっちにいる。さすがにまだ足りないよね。まあまだここは足りん。お、いたよ一匹。どこから始まるんだろうこれ。これやってみたいですよね。これは、あ、いけそうじゃない。あ、いけた。うわうわ、ちょ怖い。もう一回、もう途中から乗っちゃうってこともできるの面白いですよね。よいしょ、 OK。 あれでもここあれだね、上から始まってんのは不思議だわ。このグラインドレールに乗っ、あ、これこっからこっから行けそうなんだけどね。ゆっくり行きましょう。こっからこっち行っちゃうんだよねこれ。これはもう他の方向っていうのは難しいと思う。でもうちょっと進んでみるとどうなのか。ここがこう、さっき途中から乗ったところのスタート地点か。そうだよね。あそこ乗りたいな。上から行かなきゃいけないのかね。上行く方法があるかどうか調べてみますか。あ、こっちから行けるかな。壁登りして。これで、あ、難しいね。こことりあえず上行けるじゃん、また。いやー楽しい。いいんじゃない？ここまで来たよ。これはいいんじゃないの？あ、いいと思う、いいと思う。行った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 。よし。おお、トンネルみたいになってるこの中が。なるほど。おお、落下するんだこれ。リング取って、取れた。うわ気持ちいいね。これをリング綺麗に取ってたけど穴に落ちないようにして、うん、グラインドかっこいいな。なんかめっちゃかっこいい気持ちになるね。俺かっこいいみたいな。うわ俺かっこよくない。うわ危ない、俺危ないことしてるだけや。よいしょ、 OK。 見てよ、ちょっと立ち止まって。うわこんなところによく来てしまったな、ソニック。またトンネルみたいになってる、こっちは。よいしょ。よいしょ。おお、危なかった。お、これ全部取りたいね。こっち取れて、あー、あっちはむずい。いや、すごいところまで来ましたね。で、これを押すと、ショートカットができる。なるほどね。はい、というところで、ここにもカオスエメラルドがありますけれども、あんまりね、見せすぎちゃうとね、それはそれでもったいないと思うので、ここたちがいるところに戻ってきました。倒しとこう。今日の実況プレイは、お、珍しい通常の敵で歯車が。ここまでにしたいと思います。長老さんも見守ってくれてありがとうです。
というところで、以上ソニックフロンティア第2島アレストの実況プレイでございました。本作は11月8日に発売予定です。ぜひ、興味持った人買ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。